Techno Fair 2010 was held at Fukiage Hall in Nagoya City on November 17th. This year was the third time the event has been held by Nagoya Institute of Technology and Nagoya City University.Professors and their students present their research results at this event, which is an important opportunity for them. They explain their new technologies to visitors from various companies at their booth. Some presentations have been held on the stage.He is Mr. Masatoki Sto, an associate professor at Nagoya Institute of Technology. He is wearing a jacket made of Japanese paper called washi. He explained the advantage and future perspective of a fabric made of washi. After his presentation, many people came to Mr. Sto's booth, and some of them were from overseas. Nagoya Institute of Technology is a national engineering college.Not only about fabric made of washi, but also they study various subjects at Mr. Sto's design laboratory. One of them is the influence of photographs on human brain. Human brain reacts differently, depends on the photographs we look.私は1978年に、ミノルタカメラという会社に入りまして、カメラとか複写機のデザインの開発というふうなことで、入ったんですけれども、そこのパネルにあります92年からですね、カメラの、開発に一応携わりました。でその時に、実は1995年にですね、その、カメラの開発を展開している時に95年に阪神・淡路の大震災がありまして、でその時に、あるお母さんが、自分の家が燃えてアルバムが全てなくなったと。なくなったことによって実は自分の人生が全て消えてしまった感じがするんだというふうな話を聞いた時に、もともとミノルタカメラに入った時にそんなに写真に興味があったわけでもなく、カメラにさほど興味があったわけじゃないんですけれど、新しい事業開発をしなきゃいけないというふうなミッションが、デザインの企画担当部長をやってた時にありまして、でそのお母さんの話を聞いて、いよいよこれは写真をやっぱりそういう人たちがいるということからすると何とか活かせないんだろうかというふうな思いで、実は写真に対するその使い方というふうなことにぐっとこう興味が傾いたというふうなことです。はい。私の研究は一応写真を用いて、たどり着いたのが自己免疫力ということで、自分の中にあるその力が、なんとか写真によって実は回復できるんじゃないのかという一応仮説のもとにですね、脳の、血流を測る測定装置っていうのが、こんな形で、測定するんですけれども、笑顔を5秒見せて、で繰り返しを小さな赤ちゃんから老人まで、一応見せましたと、計13枚、を見ながら評価していったと。でこれ、笑顔を見た時に、どういうふうにこう、血流が動いているのかというふうなグラフなんです。この青い線が、脳の中の血流の、酸素の使用量の平均値を示します。赤いラインがですね、この青いラインよりも上に上がってますと、実は脳が活性化されていると、たくさん、酸素が、消費されて、脳が機能しているというふうなことがうかがえるデータというふうなことになります。笑顔、それから、風景写真、これ私の風景写真です。赤いラインがやっぱりどんと落ちてるんですよね。なんだろうこれは。他にもですね、宗教絵画とか屋久島の写真とかを見たんですけれど、
この結果分かったことっていうのは、写真は人の脳の血流に変化を与える、要するにピッコンピッコンと動いてましたねと。いや確かに動いてました。で写真の種類によって、要するに僕が笑顔を見た時と風景画を見た時では確かに明らかに違いましたというふうなことで、写真の種類によってその変化の、変化が異なってましたよねと。皆さんにお勧めしているのは、ぜひ夫婦の楽しかった時の写真を、一緒に暮らしている生活空間の中でたくさん置いてくださいというふうな話をしています。部屋の、壁面をアルバムの1ページにしてみませんかと。写真は確かに血流に変化を与えてますよというふうなことと思っております。 At Sutos Design Laboratory, they carry out some researchinto the services and supports for persons with disabilities. This machine helps people who have difficulties in hearing to recognize the sounds by visions and vibrations. It analyzes the sound automatically. Then, the information about the sounds will be projected onto the glasses.Like what kind of sound is hearing from which direction. There is a watch type. 今ね、我々、実はこういう最先端の、科学技術ということを使っているんですけれど、世界の中でこの豊かな社会を享受できているっていうのはもう本当に 10% の人たちだと。じゃあ残り 90% の人たちはどうなんだって考えると、やっぱり1日2ドルの以下の生活を行っていると。でこのテクノロジー、我々が今身につけているテクノロジーをできれば、その国に応じた環境、その国の経済状況に応じた状態のものにインダストリアルデザイナーの知恵が働いて、例えば水をこう汲むのに頭に乗っけてじゃなくて、ゴロゴロ転がしながらドラム缶で転がす、要するにこうドーナツ状の形なんですけど、それをゴロゴロと転がすと実は水の運搬が非常に楽になるとかっていうことで、我々のその持ってる知恵をそれぞれの国に応じた、技術で提供できる社会ができればいいなと。要するにホスピタルっていうふうな考え方なんですけど、人がやっぱり人を思いやるその社会になるのがすごくいいんじゃないのかなと。でそれは経済がすごく進んでるとか進んでないとかじゃなくて、人の気持ちの中で、それぞれの社会の中でやっぱり人が人を思いやる社会になればいいなというふうに私は思っております。